こんにちは、コッコです。ビナガーデンズテラスの食べ歩きと海老名サービスエリアを楽しみます。まずはビナガーデンズテラスへ、相模線乗り換え方向へ。ロマンスカーミュージアムを横目に、自由通路の右手側がビナガーデンズテラス。飲食店を中心とした商業施設です。まずは4階にあるシュラスコのアレグリアさんと、続いて天ぷら高尾さんへ。4階の外通路を進みます。アレグリアさんにてシュラスコの食べ放題を。ディナーの食べ放題はこちら20種類となります。デザートメニューオール330円。こちらはランチの丼メニュー。お腹いっぱいになったとき、休憩するときはひっくり返して。2種類のソース。パイナップルジュースで乾杯。サラダと焼きチーズ。これ美味しい。リングイッサと熱々ポンデケージョ。ちっちゃなこれはコラソン。ベーコンチーズは隠れ人気メニュー。ベイクドポテトは間違いないし。ガーリックステーキ。切り分けのお肉が来たらトングでサポート。ズッキーニとナス。ラム肉とガーリックステーキ。ペッパーステーキ。マッシュルームの塩気がいい。塊肉を豪快にそぐ。オンブロでポルコはきめ細かく柔らか。一品一品が味わい深い。ピッカーニャ。イチボのことですが、これは必ず食べてみてほしい。とろける柔らかさ。口直しにアパカシも必須。特製煮込みカレーでフィニッシュ。鉄尾博多天ぷら高尾さんへ。一人なのでスイッとカウンターへ。天つゆに昆布明太浅漬け。カウンター多めでテーブル席もたっぷりいただける黒ウーロン茶。薬味オールスターズ。美味しい塩に抹茶塩、赤と青の柚子ペッパー。ご飯に味噌汁。揚げている様子がよく見える。具沢山のさっぱり浅漬け。昆布明太でご飯いくらでも食べれそう。味噌汁はなめこだった。揚げたての天ぷらが一品ずつ運ばれてきます。高尾天定食、これはイワシ。まずは塩で。イカにエビにナスに豚肉。黄金色の薄い衣で食材の旨味を閉じ込める。天ぷらの定食が数種類、天丼も数種類ありますよ。もう少し食べたくて追加でカリフラワーと新じゃがを。高尾さんの揚げ油は生食用のキャノーラ油。まん丸コロコロ新じゃが。薄い衣に新鮮な揚げ油。胃もたれせずいつまでも食べられる。美味しかった、ごちそうさま。またまた別日、3階のダブルフォーアパートメント。季節メニューのこれが気になる。サイドメニューもちょいちょい気になるな。店内テーブル席がゆったりと配置してあり落ち着けます。今日は次男と映画を見に海老名まで。緑の一皿、上にはカッテージチーズが。香ばしい醤油ベースのソースで味付けがされています。レモンでさっぱり。季節メニュー、ケイジャンクリームチキン。ミネストローネにサラダにキャロットラペ。キャロットラペの美味しさに気づく今日この頃。ケイジャンチキンとカニのクリームソースが絶妙にマッチしてる。チキンの下にはライスしっかり。オレガノ香る具沢山ミネストローネ。可愛いプレートのプレゼント。ホテリーヌ、美味しい。ある日の朝、向かっているのは
ここはどこでしょう。実は海老名サービスエリアに来ています。一般道からの入り口へ。富士山が見えています。一般道からアクセス可能なプラットパーク。上下2つのサービスエリアは歩いての行き来も可能だそう。こちらまでは海老名駅からコミュニティバスを利用されるのも便利ですよ。コミュニティバスの乗車時間は約20分、1時間に1本ほど。この雪よシリーズ好みです。アジの唐揚げは味のバリエーションがいろいろ。海老名茶屋で購入したエビエビ焼き、タコの代わりにプリプリのエビ、エビマヨ風味のふわふわ食感、エビ好き歓喜。この日は日曜日の朝なのですが、多くのお客さんでにぎわっていました。フードコートではご近所さんかな、数名でモーニング利用の方々も。給茶機、給水機ももちろんありますよ。個性豊かで魅力的なお店が集まる海老名サービスエリア、今やお出かけの目的地となる観光スポットですね。アコヤ真珠ガチャ、1000円で真珠のアクセサリーが、2個入っているカプセルも、焼き芋の自販機がありました。糖度が高い、気になりますね。横には温め用のレンジも。米楽さんは丼やおにぎりのお店、後で食べるように少し購入します。海老名サービスエリアといえばこちらのメロンパン、バラ売りも箱売りも瞬く間に売れていきます。バラ売りで少し、どんどんにぎわってくるのでそろそろ帰ります。おやおや、小田原の元祖唐揚げ三平さんじゃないですか。ここの唐揚げ大好きなんです。これは無視できません。お隣は牛タンや肉寿司の店舗、こちらはりんご飴のお店、代官山キャンディーアップルさん。丸々とカットされたものと選べます。カットの方はその場で切ってくださるので少しお時間いただきます。さて何味にしましょう。春限定の桜ミルク味、冷たく冷やされています。30分以内に召し上がれ。手が汚れないようにビニール手袋を2枚くださいました。鶏皮せんべいも購入、皮のみのカリッカリせんべい。このクレープ屋さんも気になります。米楽さんのおにぎり、明太子と鮭、外はカリカリ、中はしっとり美味しいメロンパン。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。